エクリプスクロスは、三菱自動車工業が製造、販売するクロスオーバー SUV である。コンパクト SUV、RVR と、ミッドサイズ SUV、アウトランダー及び、アウトランダーフェブという、三菱自動車のクロスオーバー SUV ラインアップに、新たに加わる新型コンパクト SUV である。三菱自動車のグローバル戦略車として、2017年10月の、 欧州への出荷を皮切りに、11月に、豪州、ニュージーランドアセアン地域、2018年1月に、北米に向けて出荷しており、最終的に、約80カ国へ展開する計画であるとしている。デザインテーマは、バイブラントディファイアントで、アスリートが、クラウチングスタートから走り出す瞬間を表現している。フロントデザインには、三菱自動車の最新デザイン言語である。 ダイナミックシールドをさらに進化させて採用。薄くシャープな LED ヘッドライトと LED デイライトをフロントフェイス上部に配置し、ターンランプとフォグランプを下部に配置することで、より精感なイメージを表現するとともに、ターンランプの視認性の向上を図っている。また、ベルトラインや彫刻的なキャラクターラインによるウェッジシェープ、前傾したリアウィンドウ、 テールゲートを直線的に落とし込みオーバーハングを切り詰めたリアエンド大きく張り出した筋肉質な前後のフェンダーにより三菱自動車はこの車をクーペ SUV と表現している。なお、流麗なフォルムはストレートにクーペスタイルの SUV を表現する理由から三菱クーペの象徴でもあるエクリプスになぞらえ、その名が採用された。インテリアはブラックとシルバーのモノトーンとし、 水平基調のインストルメントパネルと立体的なシルバー加色を採用。また、薄型のスマートフォン連携ディスプレイオーディオ、SDA、タッチパッドコントローラー、ヘッドアップディスプレイを搭載することで、運転席の先進感を高めている。2020年12月のマイナーチェンジモデルでは、ダーリンググレースの新たなデザインコンセプトを掲げ、全長を 140mm 延長するとと,ともに、 前後のデザインが一新された。フロントはダイナミックシールドの進化により各種ランプのレイアウトが変更され SUV としての力強さを表現するためバンパー下部にスキッドプレートを追加。リアはダブルガラスからシングルガラスに変えたほか立体形状のリアランプを高い位置に配置した。インテリアはブラック基調に変え G 以上のグレードには エンボス加工のスウェード調素材と合成比較のコンビネーションシートを採用。メーカーオプションのホンガーシートではブラックに加えてライトグレーの選択が可能となり、ドアトリムもシートカラー同色でコーディネートされたが、リアシートのスライド機構は省略された。なお、リアデザインの大幅な変更により、社名エンブレムの位置がテールゲート左側からリアのスリーダイヤの真下に移動した。 エンジンは2種類が設定されており、当初は新開発のダウンサイジング直列4気筒1.5リットル直噴ターボ4倍と40型が搭載された。運転状態により島内噴射と吸気ポート噴射をきめ細かく制御することで優れた燃費性能とクリーンな排出ガス特性を両立させている。また、排気量は1.5リットルでありながら、 従来型の2.4リットル自然吸気エンジンをしのぐ、中低速トルクを発揮する。2019年6月に追加されたクリーンディーゼル車には、ミニバンのデリカ D5 にも採用されている直列4気筒2.2リットルコモンレール式 DI、D クリーンディーゼルターボエンジン。 4N14 型が搭載されており、最大トルクは 2000rpm の低回転域から 380nm の大きなトルクを発生させるほか、尿素水溶液、アドブルーにより窒素酸化物を安定して浄化させる尿素、SCR システムも搭載される。2020年12月のマイナーチェンジにより追加された f e ブモデルには、 アウトランダーフェブにも採用されている直列4気筒 2.4L マイベックエンジンの4バイト12型に前後1機ずつの高出力モーター 13.8kWh の大容量駆動用バッテリーを組み合わせたフェブシステムを本社氏向けに制御を最適化して搭載。走行モードは駆動用バッテリーの電力でモーター駆動する EV 走行モード。 エンジンで発電した電力で、モーター駆動するシリーズ走行モード、エンジンで発生した動力で走行し、モーターアシストを行うパラレル走行モードの3種類があり、走行状況に応じて自動切り替えする。トランスミッションは搭載エンジンによって異なり、ガソリン車にはインベックス3発足スポーツモード CVT が、クリーンディーゼル車には発足スポーツモード A、T がそれぞれ搭載される。 フェブはモーター直結のため非搭載としている。プラットフォームは RVR、アウトランダーと基本部分を共用。ボディのフロント部を3点式のストラットタワーバーで補強し、リリア周りを中心に構造用接着剤の塗布によって、光合成化したボディや RVR およびアウトランダー用をベースに専用開発されたサスペンションにより操縦安定性の向上を図っている。 マイナーチェンジモデルでは、ショックアブソーバーの最適化により、高い走行性能と優れた乗り心地を両立した。4WD 車は、ガソリン車やクリーンディーゼル車は、アクセル回イドや車速、車両の走行条件などから、後輪へ伝達するトルクを常に適切に配分する、電子制御 4WD システム、フェブモデルは、前後に搭載したモーターで駆動する。 ツインモーター 4WD がそれぞれ搭載されており、いずれのシステムにもエヴァイシーブレーキ制御を追加した、車両運動統合制御システム、SAWC が採用されている。ドライブモードセレクターも装備されており、ドライバーは状況に応じて、ノーマル、スノー、グラベルの中から、最適な制御を選択することが可能となっている。フェブには乾燥舗装路での旋回性や安定性を、 重視したターマックを追加した4モードとなる。また、フェブモデルでは車内に最大 1500W まで対応する 100VAC 電源が装備されており、電化製品への電力供給が可能なほか、急速充電口を用いて V2H 機器と接続することで、家庭用蓄電池となり、家庭への電力供給が可能となる。安全装備では、予防安全技術、E アシストに含まれる。 衝突被害軽減ブレーキシステム FCM5 発進抑制機能 a m s 車線逸脱警報システム LDW オートマチックハイビームアホビー応善車に標準装備。また、レーダークルーズコントロールシステム ACC5 速報車両検知警報システム b s w l c a と交代時車両検知警報システムルクタも用意されている。 伸縮型のメニューとして掲載する。表示をクリックすると一覧表示される。クーペ SUV ということで、過去に三菱が販売していたクーペコンバーチブル型乗用車のエクリプスとクロスオーバーを名称の由来としており、ドライバーに鮮明な印象を与え、心を刺激し、高揚させる存在になれるように、そんな思いを込めて名付けられたとする。 しかし、エクリプスという単語自体の意味は、クーペ時代は18世紀の競争場、エクリプスにもちなんでいた一方、本社では単に日食の意味であり、競争場の件は全く触れられていない。ありがとうございます。